いいつも見ててくれてありがとうございます今回は映画ゴールドボーイの雑談感想を言いたいと思います。めちゃくちゃ面白かったので、ぜひもうすぐに見に行った方がいいです。ネタバレなしで見に行った方がいいですね。もう今日日曜日ですので、もう行きましょう。はい。行きましょうっていう感じ。で、これがあの、ネタバレもう忘れますけども、基本的に雑談感想ですので、 詳しくはまたちょっと新たにネタバレあり動画で詳しく聞いてください。今回は雑談感想なので、もう正直、見て、あの帰ってきて、で、感想言ってるぐらいの感じなんで、よろしくです。まあ実際ちょっと僕、昨日見て夜中に終わったんで、これ、夜中しか見に行けなくて、で、ちょっとさすがに夜中にまた録音して、 アップスのちょっときあの近所迷惑かなと思って今朝起きてすぐに録音してるんですけどもはいなので正直まだ練りに練ってないただ単に見たばっかりの状態で行ってるんでえー、っととかあーっととかまあ思うんですけども、まあ、とりあえず興奮した状態で感想だけ言いますんでよろしくお願いしますちなみにこのゴールドボーイって僕の近所の映画館ではやってないんでまあ田舎ですので僕ははいわざわざ都心まで行ってはい見に来ました もうだから交通費、映画、映画代プラス交通費ですよ。しかも本数がさ、1日3本しかやってなくて、昨日仕事だったんで、夜中の回しかやってないからさ、もう、もう終わったらもちろん午前様ですよ。はい。<laughs> その状態でしたので、はい。皆さんももし近所でやってなかったら都心まで行ってみてください。近所でやってる人がいたらもうすぐに行きましょう。うん、最高です。はい。とりあえず、今月ひょっとしたらナンバーワンになるか分かんないけどね。まだ、 3月2週目なんで、まあ、後半どうなるか分かんないんですけども、結構今のところ暫定1位ぐらいの感じで、3月の1位は暫定1位はもうゴールドボーイで間違いなしですね。はい。で、ここはざっくり、まあ、概要とネタバレもしますけども、まあ、なるべくならもう今の段階で切ってください。うん。切って見に行きましょう。で、帰ってきたら、まあ、これのチャンネル見なくてもいいんですけども、 まあ僕はネタバレあり動画もちょっと出そうかな。これは出そうかなと思ってるんで、まあそっちの方で見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい。じゃあまあざっくりまあ概要とあらすじ言いますけども、これはですね、中原作が中国の話、えー、中国のズ・ジン・チェンっていう人の悪道たちっていう作家の、うん、小説が 原作となってまして、でしかも向こうでは総再生数20億回突破する大ヒットらしいですね。うん。っていう感じです。まあ、どこの YouTuber も同じこと言ってますけども。で、監督がガメラシリーズを撮ってる監督なんですよね。はい。で、あらすじっていうのが言いますけども、まあ、簡単に言うと、岡田さんがいるんですけども、俳優のね。岡田さんが、その崖の上で突き落として、2人、あの、夫婦をね、 突き落として完全犯罪をしたんですよ、うん、したはずなんだけどもたまたまその崖の近くにいた近くって言っても麓もですけどねふ,ふもとにいたその中学中学生、まあ、13歳の3人がたまたま記念撮影したらその突き落とすあの場面を撮影してしまってたんですよねでうわ見つけたって言ってあでこれでまあでも岡田正輝はその 完全犯罪崩れたから、まあそれ警察に突き出して終わるんかなと思ったら、なんとなんと、その中学生がその、それをネタに脅して、岡田さんを。で、お金を、まあ、合計6000万円取ろうっていう話になったんですよ。で、岡田さんはすごいあの大企業の跡取り 義理、息子なんで金は取れるぞって話で。うん、で、6000万要求するんだけども、相手は殺人鬼じゃないですか。殺人鬼対中学生3人ですよね。さあどうなるんだろうっていう感じでやっていくんですけども、まあこれが面白い。何が面白いかっていうのはまあネタバレあり動画で詳しく言いますけども、ともかくまあ簡単に言うと、どんでん返しばっかりなんですよね。で、あと、一つ一つのエピソードにほとんど無駄がない。 であと一つ一つのエピソードにどうなるんだろうっていうのがちゃんと振り込まれていて、うん、もう一つ一つ隙がないんですよ、はい。最近見た映画だとだからこのシーンは何に繋がってんだとかあのその一つ一つのシーンにクエスチョンが入ってなかったりとかうんだからなんだろうっていう感じが なシーンが多かったんですけどもこのゴールドボーイは一つ一つに意味があるしラストにつながってるしでなんならちゃんと一つ一つのシーンにクエスチョンが要するにどうなるんだろうとかえこれどういうことなんだろうっていうのが振り込まれてるんでそれも素晴らしいししかもその一つ一つのシーンが伏線になっていてミスリードにもなっていて最後に回収されたり大動転返しになってるんでだから面白いんですよねうんだから面白いですで最 スリラー、サスペンスみたいな感じなので、まあ、殺人も当然入ってくるんで、まあ、その、それが苦手じゃない人はね、めちゃくちゃいいと思います。とりあえず、見とけって感じです。はいうん今。今日何しようかな、今月何見たらいいんだろう、どうしようと思ってる方は、まあ、とりあえず、ゴールドボーイ見,見とけば間違いないですね。 もちろんですね、僕みたいに近くの映画館でやってなかったりね、本数が少なかったりするという方もいると思うんですけど、まあそこはわざわざね、まあ、電車に乗れば都心ぐらいね、1時間ぐらいで行ける人がほとんどだと思いますんで、まあ都心やってるところまで行って、えー、見てもいい価値があります。はい。それぐらいです。てか、近所の映画館でやってくれよ。本当に <laughs>。遠いんだよ、もう <laughs>。もう電車代も、交通費代もかかるしさ、余計に。 もう、って感じ。はい。で、ネタバレあり動画は、また、今日ちょ、今からまたちょっといろいろやるんで、まあ、用事があるんで、それやって、で、帰ってきたら、まあ、ちょっともう一回、ゴールドボーイをまとめて、ネタバレあり動画も出してみようかなと思ってますんで、よろしく、そちらもよかったらよろしくお願いいたします、まあ。とりあえず見、見といて、もうそれだけのためにこれ撮ってるんで、はい。もう迷ったら見る、見る。うん、見る。はい。OK、ケ、OK、ーですね。はい。では、 もうに来終ありますんでよろしくお願いします。ではね、また、また後でよろしく。では失礼します。あとね、いつもいつも。はい。